この前お知らせしたレオのオフ会、ドッグランでするために大きいワンちゃんとか人の人数とかちょっと合わせてランよりもいっぱい人が集まることはないかなと思いつつも抽選にさせていただいてたオフ会、お借りする場所のランを大きくしていただけることになって、わあすごい嬉しいな大きいところでと思ったんですけど、実はもう制限なくいっぱい入れるぐらい大きいランをお借りすることができたんですけど、そうなると最低必要人数っていうのかな、開催人数が必要になってしまって、まだ今ご応募いただいた方だけじゃちょっと開催が難しいかもしれないのでちょっと募集をしてます。でもう人数を制限することがなくなったので URL を入場料、ドクランの入場料のチケットを買う URL を公開できることになったので概要欄に貼ってるので、もしよかったら皆さん来てください。ドッグランの開催場所は那須ハイランドパークで行います。11月3日1時から3時、夕方にはならないけどお昼過ぎから開催します。で一応バスと電車でも来れるんですけど車が一番便利かなという場所なので11月3日ご予定がもしなければレオに会いに来ていただけると開催できるので、よかったらご応募、申し込みお願いします。で今回の不快自体はレオとママと皆さんのところ回ってこんにちはってご挨拶をしながら、2時間ワンちゃんはランを楽しみながらで、ワンちゃんいない方も入場いただけるようになっているので、もしよかったらワンちゃんいなくてもドッグランですがお越しいただければと思います。じゃあ11月3日皆さんとちょっと楽しくドッグランで遊べたらいいなと思いますので、寝てますがもちろんその時間レオも起きてる予定なのでお会いできればと思います。ボール守ってんのレオ。これお庭出て3分ぐらいしか経ってないけど、ボール守ってる。ボール投げようか。投げるよレオ。お。投げるよ。プピ。あ、持ってきてはくれない。自分のとこに持ってっちゃう。というわけでママがレトリーブ。限りやから、楽しかった今の一回楽しいね
ゴロゴロしてる。ゴロゴロしてる。ゴロゴロしてる。あれする。お？二回目？あ、え？投げてってこと。すごい。一回限りじゃなく今日は二回ある。投げるよ、レオ。あ、行っちゃった。走ってくると思わずレオの方に投げたら。ママ失敗。あ、楽しい。ちょっとレオ超えちゃった。ポピポピやな、ポピポピ。で、なんか、なんでやろう、一回一回休憩するのは。次はレオがキャッチできるように投げよう。めっちゃ余裕で構えてるけど。投げるよ。おお。できたできた。今日すごいね、3回もできたよ。楽しい楽しいね。ダメ、ポピポピやね。あ、またまた。疲れたわみたいになってるけど、あ、お水？水飲もうか。ちょっと待ってよ、お水ね。はいはいはい、こっちで飲む。はい。もういい。中入る。中入ろうか。じゃあおいで。よし。よいしょ。いいよ。足も拭いたし。入れるよ。入っていいよ。ボールとか。よいしょ、はい、どうぞ。